鯖江高校3年の宮田祥子選手。今月末からの体操の世界選手権では日本女子のエースとして活躍を期待されています。合宿が何回かあって、日本の器具としなりが違うんで、それを合わせるのがちょっと自分の中で難しいけど、調整して頑張りたいなって感じです。京都府出身の宮田選手、充実した練習環境を求め鯖江高校に進学後は、持ち前の脚力を武器にインターハイではチームを優勝に、個人総合では連覇を達成。世代を超えた大会でも結果を残し、日本代表として挑んだアジア選手権では種目別の跳馬と床で銀メダルを獲得しました。その一番大事な試合が世界選手権なんで、やっぱりここにピークを合わせないといけないんで、短い期間しかないけど、まあ、それを短いって捉えずに、やっぱり少しずつ良くしていって本番に向かいたいなって思うし。世界選手権まで3週間、この日練習で力を入れていたのは床の演技。まあまあ、ちょっとタイミングが合ってない感じですね。戻りの2本目の技になるんですけど、まあ、E 難度に続く連続技で、宙返り連続のところのタイミングがちょっと自分の感覚の中で少しズレが生じているっていうか、原因が分かってくればもうなんてことなくいけるところではあるので、一つは手の振りか骨盤上げる、骨盤でリズム取っちゃってもいいですか。にうまくつなげられてない感がして、こっちを意識する。大胆かつ繊細な床の演技、日ごとに変わる調子に感覚を合わせる作業を繰り返す宮田選手。本番では夏以降に取り入れたアップテンポな新曲で挑みます。残り3週間ってとこですけど、今気持ちとしてはどうですか。まあ、調子とかいろいろやっぱこう差があったりするんですけど、まあ、その中でもちゃんと結果を残していけるように、個人でも種目別、まあ、団体ももちろんそうですけど、まあ、集中して落ち着いて試合に臨みたいなっていうのが今の思いです。じゃあズバリ個人での目標ってあったりします。10番とか入れたらもちろんすごいしって、平均台というかの表現力とか、まあ、姿勢っていうのの欠点が多いんで、そういうところまで意識してやっていきたいかなって思います。ヨーロッパの方の試合とかすごいライトが当たって照明もすごいし、ショーというかお客さんに見てもらうって感じの、でも割とそういうのは好きで、まあ、目をつけてもらえるようにというか、そういうのもすごく大事になってくるんで、いい印象を世界に与えて帰ってきたいなって思います。いい環境ですごくたくさん支えてくださる方も応援してくださる方も本当に感謝してて、もうこれからも応援してほしいですって、はい、鯖江に来て3年、18歳で日の丸を背負うエースとなった宮田選手。世界への挑戦が始まります。